声で書く日記183個目になりますね。2日に1回ですから、2倍にすると366日ということで、丸1年経ちましたね。明日がリッスンホスティング始まって、リッスン記念日。で、これは8月5日から始めたんですけど、リッスンケアフリーね。2日に1回やってきて、実は3日に1回になった日が1回あって、それから同じ日にダブルヘッダーで100回目と101回目ですね。これ同じ日にダブルで配信してるんで、まあ、ちょうど、まあ、丸1年とリッスン記念日がほぼ重なるという形になってますが、明日は8月3日ですね。リッスン記念日何やりましょう。それに先立ってお祭りっすんっていうのが京都で開催され、アドバーサリッスンっていうのが東京で開催されると。あとオンライン上では名前何でしたっけ？声日記か。これはなんとかリッスンってついてないんですね。親子で声日記。ということで私もなんかやらなきゃなということで、明日のキャンパスはお一人っすんね。お一人っすんをやろうかなと思ってます。お一人っすんね。何やろうかなっていう。まあ、とりあえず、今日が週刊ポッドキャスティングで、明日が月刊始めるキャンパス3日はね。まあ、なので、そこで一つなんか、ちょっとやろうかなと。まあ、特に月刊始めるキャンパスですね。これはやっぱり1周年記念特大号かなんかでやんなきゃいけないんだろうなと思いながら、やんなきゃいけないっておかしいですね。やろうかなと思ってるのと、でもそれだけじゃちょっとつまらない。で、昨日ちょっとね、有料エピソード配信できるようになって半年経ったんで、ちょうどね、1年の半分経ったので、ちょうど2月から始めて、7月末までの上半期の決算報告をしときましたけどね。で、それに関連して、まあなかなか広がらない有料エピソード配信ですが、ね、一流何倍。1000円で、15度美味しいってやつですね。だから15人は配信者がいないと話が始まらない。15人は買う人がいないと話が始まらないっていう1000円回すのですらね。まあそんな話ですが、一粒で15度美味しいってこれ面白いと思うんですけどね。で、そうするとだいたい1000円近くがリッスンにも入るという回しまくればね、これなかなかいいですけど、計算にこだわってる方もいらっしゃいますが、密かにやってる方もいるかもしれませんが、ぜひ、それより何より、チャリーンをね、チャリーンの最初の一歩、ね、これ最初の一歩踏み出すともうあとは気が楽になるんですよね。これ昔子供の時に駄菓子屋に行ってなんかね、駄菓子買うのがなんかドブに金捨てるみたいで嫌だった。子供時代ないですか？もう駄菓子屋なんてなかったですか？皆さんの時代はって皆さんって誰だって感じですけども。私の頃は子供の時駄菓子屋行っちゃいけないって言われて駄菓子屋でもね、50円とか握りしめて、10円玉5枚とか握りしめていくわけですよ。で、どれ買おうかなと思うわけね。で、全部駄菓子だから、なんか騙されたような気になるわけだけども、でもこれ買い始めると癖になるわけね。駄菓子ね。無駄金を使うわけですけど、まあ、リスンの有料コンテンツはそんな無駄金にはならないと思うんですけどね。まあ、そんなことで一粒で15度味わってみたいなと思ったりしてますが、まあ、そんな話ですね。で、私の場合、購入するにも、配信がないので購入しようがないっていう、部分もあるんですが、まあ、してもいいのもあるんだけど、したのもあるんだけど、それが今度タンスに入っちゃうっていうね、そんな分がね、タンスに入れるなよ。何考えてんだと思うけどね。まあ、お金はタンスにしまっちゃいけません。ね、日本はとにかく、貯蓄の多い国なんでみんなタンスに入れちゃうんだけど、まあ、経済状況を見てるとタンスに入れてる場合じゃないぞという、タンスからいっぱい出してどんどんこう、ね、使わないとダメですよ。お金は本当に回さないと、お金の意味がないっていう。まあいい、まあいいや。まあ、そんな話ですね。まあそれをちょっと一つ1000円で遊んでみました。一粒で15度美味しいってですね。それからお一人っすんはお一人っすんで、まあお一人っすんですね。まあ大したことはやらないと思います。明日のキャンパス。明日のキャンパスの朝刊も出さなきゃなと思いながら。これ大変なんですよ。今パリオリンピックで。出そうと思うといっぱいてんこ盛りになっちゃって。で、しかも目まぐるしいので出してらんないっていう。明日のキャンパスね。
で、ドキュメンタリーとか、ドラマとかもそう、あんまり引っかかるのがなくて、今ね。まあ、そんな感じで、明日のキャンパス、休館中。勇敢ことの葉は、アフタートーク含めて、せっせと出してると。で、まあ、それで、語る本と、聞く本と、書かずに編集する本と、読む本と、という、ここですけど。結局、やっぱり、リスンは語り本なんですね、語る本。で、それは聞く本でもあると。つまり、文字も読みながら、聞けるというね。語り本、聞く本。で、聞く本っていうのは、オーディブルみたいに、音声だけの聞く本もあるんだけど、そうじゃなくて、やっぱり、文字も追っかけながら、聞く本の方が、いいと思いますね。間違いなくね。語る本と聞く本と。そして書かずに編集する本と読む本とっていうことで、これまでは書く本だったんですけど、書く本を書かないと読む本はできなかったんですが、書かずに編集する本の時代に入ったということですね。音声入力して AI が書く。で、AI が書いたものを編集するというところにホモサピエンスの脳は集中すべきだということで、もう本は書かない。書かずに編集する。で、これもめんどくさかったから、文字の修正だけやってね、語り本を読み本にしてたんだけど、それだとやっぱり読まれない。うん。ということで、書かずに編集する本をちょっと目指そうかなと。ね。これノート記事もそうですけど、他もそうなんですけどね、語り本と区別して、書かずに編集する本にちょっとこだわる一年に、これから、明日から次の一年は書かずに編集する本にこだわろうかななんて思って、まあ、この一年は語り本にこだわってきたということにしといて、明日からは2年目に入るんで、リッスンもね、書かずに編集する本を目指して、で、その文字情報を少しこう、リッスンというプラットフォームを離れて展開するようなね、だからベースはリッスンなんですよね。全部そこで語り本と聞く本とがあって、文字情報もそこにぐじゃーっとカオスのように存在していて、そのカオスから引っ張り出して編集、ちまちまとね、楽しく編集するということですね。うん、で、そうするとそれがリッスン以外のサイトで、こう、読み本として羽ばたいていくみたいな、何の話してんだかよくわかりませんが、まあ、お一人リッスンです。はい。これがまさにお一人リッスンだということですね。で、あと最後に、あ、これ今日のタイトル、明日のキャンパスはお一人リッスンと語る本と聞く本と書かずに編集する本と読む本と一粒で15度美味しいって、うん、美味しいってそれ本当の話。あ、ちょっとこれ間違ってましたね、タイトルね。コピペ間違ってました。もう一回言うと、美味しいって、もう一回言うと、明日のキャンパスはお一人リッスンと語る本と聞く本と書かずに編集する本と読む本と一粒で15度美味しいってそれ本当の話っていうことで、これ全部本当の話なんですね。全部本当の本の話と全部本当の1000円の話と全部本当の一粒何倍の話なんですね。全部本当の話ということで、お一人リッスンも本当の話っていうことで、今日の声で確認でした。皆さん明日はリスン記念日ですよ。楽しんでください。ではまた。